どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、また大好きなトゥーンデッキやっていきたいと思います。いきます。ということで今回のこのデッキの原案というかね、ギミックなんですけれども、ディスコードのね、ジャックジャック大先生の、デッキをまあ、パック、違う、間違えた、リスペクト、しまして組んできました。メインギミックブラックマジシャンガール、もしくはブラックマジシャンのトゥーン版いますよね。こいつらです。こいつらがまあメインギミックとなっておりまして、でそれをサポートするべく新しいパックにてベリーマジシャンガール、そして、チョコマジシャンガール、このあたりがね追加されておりますので、このあたりを使って展開していくというデッキになってます。で展開の切り札、まあもちろんね、ベリーマジシャンガールでマジシャンガールを持ってきて特殊召喚したりとか、チョコマジシャンガールで、捨てて、こう安定させるとかあるんですけど、普通トゥーンブラックマジシャンガールとかってこう召喚制限みたいなのついてるんですよ。このカードは通常召喚できないとか、まあ、ついてたりするモンスターもいるんですけど、通常召喚できないという、効果がついていないトゥーンモンスターもいるんですね。結構、まあ、トゥーンジムナエルフとか、そうですよね、これとか、あとこれトゥーンブラックマジシャンガールじゃなくて、間違えた、トゥーンブラックマジシャン、このあたりも通常召喚ができないと書いてないんですよ。だからつまり墓地とかから特殊召喚結構簡単にできる、あの創生札があれば。で今回の新しい、ストラクチャーか、に追加されているこの創生札、クロマジスのベール、まあ、蘇生だけじゃなくて、あの手札からもいけるんですけど、これで手札から墓地から魔法使いとか闇属性モンスター相手を選んで特殊召喚できる。つまりトゥーンブラックマジシャンを特殊召喚できるんですよ。でここのギミックをうまいこと使っていくと、でさらに蘇生ギミックは他にもあって、チョコマジシャンガール、これねもう今結構ランク戦にも結構多いと思うんで皆さんご存知かなとは思うんですけど、一旦に一度手札から魔法使いとかモンスターを捨ててワンドローするよっていう効果の他に、一旦に一度このカードが攻撃対象に選択されると、チョコマジシャンガール以外の、こいつ以外の自分の墓地の魔法使いとかモンスターを特殊召喚して相手のモンスターの攻撃力を半分にして、そいつとその攻撃戦闘を行わせるという強制効果があるわけですね。だからこれで、このトゥーンブラックマジシャンを蘇生できると、この辺のメインギミックが主になっている。でそして、まあ、トゥーンキングダムとかね、この辺の、カードで、まあ、耐久していくということになってます。だから、何がしたいかっていうと、こいつをこう例えばチョコマジシャンガールで墓地に送ったりして、まあ、あのワンドローしつつで安定させたりとか、これで蘇生したりとか、単純に、ベリーマジシャンガールからチョコマジシャンガール持ってきて次のターンにまたその同じようなことをしたりとかっていうことをしていきたいんですよね。でね、まあメインギミック、そのディスコードに貼ってあったメインギミックにないカードでめちゃめちゃ強いカードは何かというと、ヘルモスの爪なんですよ。わかりますよね。これで何を出していくか、魔法使い族モンスターが多いんですよ。魔法使い族モンスターをヘルモスの爪で変身させると何になるかっていうと、ピコピコハンマーになるんですよ。ピコピコハンマーって、結局魔法使い族モンスターを墓地に送ってこいつが出せるんですけど、こいつなんかモンスターに装備できて、でこいつがついているモンスターは基本的に戦闘無敵なんですよね。ダメージステップの開始時、このカードを装備されているモンスターはその相手のモンスターをサイコロ振って、でサイコロ振った数の目の、スタンバイフェーズまで相手のモンスターを飛ばすんですよ、異次元に。これめっちゃ強いんですよね。で要はそのキングダムとか今破壊されるでしょ、結構、コスサイとかも流行ってるしね、なんですけど、このヘルモスの爪とキングダムの2段構えしとくと結構死なないよと、まあ、そういうね、非常にうざい、非常に鬱陶しいギミックになっております。で防御だ、エネンコンのみ。エネンコンのみです。もうヘレモスの爪とピコピコハンマーが防御だみたいなもんなんで、まあ、これ1枚ぐらい積んでるという感じですね。まあ、ハリケーンでもいいですけど、ワンキル性能が高まるんで、まあ、そうは言っても、やっぱトゥーンロールバックだけではね、そんな簡単にワンキルできないんですよね。だとしたら、もうちょっとやっぱ耐久力じゃなくて、そのエネコンとかで、こう、なんか、汎用的にね、構えられた方がいいかなと思って、そういうデッキの組み方にしております。それではね、早速お見合いしていきましょう。ピコピコハンマーが最強だということをデュエルスタンバイ。さあお相手の方、カニ頭さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。
カニが美味しい季節はもうすぐだな、カニくんよ。俺は前も言ったかもしれないが、カニがそんなに得意ではないあれ高いくせにそんなにうまいか。あのなんかこれでそのカニの話をしたらですね、あなんかそれは本場のカニを食べてないからだという、コメントが多数寄せられましてですね、私反省しまして、北海道のカニを、まあそのうち食べに行こうかなと本場のカニをね、思っております。なんか本場のカニはうまいという話を聞いたんですけどね。レブラントね、はいはい。ベンデットさんはまあなかなかチョコマジシャンガールを召喚し、チョコマジシャンガールの効果発動、チョコマジシャンガールの効果によってトゥーブラックマジシャンを押せでワンドロー。なるほど、あーなるほど、ヘルモスいっちゃうか。ヘルモスの爪の効果発動、ヘルモスの爪の効果によって俺は手札の魔法使いとかモンスターを墓地に送り、こっちいらねえかもうトゥーブラックマジシャンガールっていらねえや。でタイムマジックハンマーをチョコマッチャーガールに装備しバトル。さあ飛んでいけレブラント、どうせそれレブラントだろ、おらつい最強すぎる。このなんか裏側締めでも問答無用でなんかリバースもさせずになんか飛ばすってやばいよね。やばすぎるマジで。このカードタイムマジックハンマーマジ環境トップやろこれ。ピコピコハンマーの強さえぐいですよ本当に。バカにできないですから皆さんの。これ結構小遣いとかない人マジでこれきついですからね。まああと効果破壊とかされるとまあ別にきついけど、そのモンスターを戦闘ではマジで無敵です。チョコマジシャンガールがそもそもやっぱ戦闘ではまあ無敵っていうわけじゃないけど、ある程度強いじゃないですか。その要は戦闘で攻撃対象になった場合にポッチのブラックマジシャン強いのやつね、あいつとかをまあ蘇生してその相手の攻撃力を半分にして戦闘を行わせるみたいな効果を持ってるんでね、まあ、戦闘ではそこそこ強いんですけど、そもそもねそこにさらにピコピコハンマーまでつけるというねやりすぎーっていう、そういうギミックになってます。さあベンデットナイトの効果発動、ベンデットレブラントじゃないのかな。じゃあセットもうさ、なんだろうあれ、いいやん。でもまああれが一番やばいですね。そのレブラントをレブラントじゃねえや、何やっけ、レブラントって言ったの俺、レブラントじゃねえや、なんだっけ、犬を巻き込んだ、儀式がマジでやばいですね。魔法トラップを毎ターン毎ターン除外してくるん で、あれされたらマジで本当罪まであります。罪でもないけど一応そのチョコマジシャンガールの効果によってトゥーンブラックマジシャンはよみがえるんで攻撃力を半分にさすですね、相手の、モンスターをの攻撃力をレベルコピー、ああなるほど、レベルコピー、コアは対象に取れなくなるやつだよね、これね、ああオッケーオッケー、このカードは対象に取れなくなると、このカードを使って儀式召喚した場合は、でボーンの効果によって、6が出てくると、スレイヤーが出てくるんですね。はいはいはい、OK です。スレイヤーは対象に取れませんと、その関係ないですね、関係ない、そんなことは関係ないこれセットバトルフェイズすんの、くそ、こうなるけどいい、これこうなるけどいい、そ半分になっちゃうよそれで、これボーン使わざるを得ないでしょこれもうちょっと効果読もうな、もうちょっと今回も、新しいモンスターが出てきた場合は、新しい自分のカードを回すだけじゃなくて、相手のカードのね、効果を把握するっていうのを遊戯王だぞ。チョコマジシャン召喚して、これ単純にバトルでいいんじゃないでしょうか。はい。対戦、ありがとうございました。お前も飛んでいけ、お前を異次元に飛んでいけ6666666! 対戦ありがとうございました。さあお相手の方、石太郎選手よろしくお願いします。デュエル3杯いやー楽しいね、やっぱピコピコハンダ楽しい、行きまーす、行かせまーす、相手を行かせることができまーすというね、こういったギミックになってますんでね、やっぱヘレモスの爪で出せるそのカードっていくつかあるんですよ、いくつかあるんですよ。やっぱね一番好きですね、ピコピコハンマーが無敵なんで、戦闘ではやっぱね殴るの無敵なのがなんか楽しいんですよね。その結局なんかそのまあいろいろギミック遊戯王ってあるんですけど、まあ、無効にしたりとかなんかこうね陰キャしたりとかね、攻撃力下げるとかあるんですけど、やっぱね戦闘無敵っていうのが一番好き俺は。戦闘では破壊されないとか、まあ、そういうのとか、あと単純にそのピコピコハンマーみたいになんか戦闘では絶対的な無敵が起こってるのか、相手のモンスターひたすら除外するみたいな、これはこうして
こうしてですね、ワンドローしつつ、あー、これはね、最強強いな。黒魔術のベルの効果発動。黒魔術のベルの効果によって、墓地のトゥーンブラックマジシャンを特殊召喚できるぜ。そして、トゥーンキングダムの効果発動。そして、これはもうチョコマンチャンガールいらねえか。チョコマンチャンガールこれ餌にするか。チョコマンチャン餌にするもんあるの。あれ多分ね、あれなんですよね。墓守のなんかやつなんですよね。だからこうして、で、こうして、で、こうして、で、ピコピコハンマー召喚して、で、ピコピコハンマーの効果発動。ピコピコハンマーのを装備したモンスターは、相手のモンスターのセットの戦闘ではマジで無敵やぞ。はははは、突破できるもんならしてみやがれ。この盤面からですね、俺がやりたかった盤面です。トゥーンブラックマジシャンに、このピクピクハンマーをつけて、トゥーンキングダムおよび、トゥーンワールドが、まあ、発動されている状態というね。これがマジで本当最強のトゥーン。トゥーンは完全なる生命体なのです。いきまーすっていう。てか、そもそもさ、いや俺思ったんだけど、これあれじゃない、これ松江できたら終わるって説ない、あっぶれあっぶれ、松江出てきたら終わるわ、あぶれ、全然何の考えもなしに今やったけど、なんか松江できたら終わるわ。松江ってね、墓守デッキには、そのフィールドの自分以外の墓守をリリースすると、なんか相手のカード何でも破壊できるっていう、まあ相手のカードじゃなくてもなんかフィールドのカードは何でもいいわって気がするんだけど、確かね、あいつがいるから。いや松江だったらやばかったね、普通にシンプルにやばい。まあ一応これで、墓守の、巫女がいる場合はネクロバレー、王家の眠る谷にネクロバレーがあるという、扱いになるんで、だからまあ融合はできるよという感じですね。玉座、っていうのだから墓守モンスター1体を召喚する。あれあ、なんだあれか、サニワか、まさか、まさか3体リレーサニワか、これやばいぞ。3体リレーサニアってなんだっけ、攻守2000下げるみたいなやつだっけ、攻守2000下げる、プラスなんか、レベルの分だけなんか攻撃力上がるみたいな。やばい、やばい、サニアおじさん来た、サニアおじ来た、まずい。攻撃力が、あーまずい、500になってしまった。こいつはもう使い物なんね。ただし俺のタイムマジックハンマーは生きている。つまり結局攻撃してたところでタイムマジックハンマーの効果、おりゃー。効果読まんやつ多すぎない、タイムマジックハンマーの。タイムマジックハンマー知らんの、もしかして俺タイムマジックハンマー広めてる、このレジェンド隊の効果を読まん外人どもに。エレコン OK、 効果を読まない外人どもに俺タイムマジックハンマーのあれなんかあれ強さ分からせてる、もしかして今スーパー、これね、無限悪空間物質転送装置なんですよ、このカード。ご存知ですか、石津さん。もう一回言います、無限悪空間物質転送装置です。つまり相手のモンスターひたすら、悪空間に転送します。攻撃とすげえ強いですよね、攻撃とすごい強い。墓守の侵食、墓地の墓守モンスターレベル4の墓守モンスターを一体特殊召喚できるよというカードですね。で、やつを召喚していく、で裏側種表示 OKオッケーオッケー、まあ、そこまでは問題ないですよ。まあね、なんだかんだね、ちょっと松江やばいから、ちょっと松江の対策はちょっとやんないといけないな。松江対策はなんかしないといけないかなとは思いますけど、ただエネコン伏せるとなんか魔法つけなくなっちゃうから、そっち繋ぐる、それ500でしょ、攻撃力。だトゥーンキングダムで、こうすればいいんだよね。はい。はいはいはい。よしよしよし、いいぞ。いいぞいいぞいいぞ。ああ、よしよし、来た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 。これはトゥーンジェムダイエルフを召喚してでセットしてでバトルしてでこれだけ殴っといてでターン終了ですね。これなんか500で無限に耐えるっていう。トゥーンブラックマジシャン、まさかの500でひたすら攻撃表示耐えているという。あ、サニはやべ、サニは勝ってきた、サニオおじさん帰ってきた。まあ、帰ってきたところでそんなに痛くねえな。偵察者でリクルートされるモンスターによってやばいから、ちょっと一回ここは、チェーンをオンにして待ちます。松江はやばいですね。松江はやばい。松江はやばいんで、さすがに、これもうブラマじゃないこれ。これいらんくらい、もうこれ500いらねえか。こいつもいいか。リリースしたまだあるの。
リリースしちゃうまであるな。これはトゥーンブラックマジシャンでいいや。お前いりません。もう、コントロールを得ます。危ないです。松江ほっとくと死にます。松江の猫が耐えてないんですよ。だから、フィールドローム墓守モンスターの自分以外のね、墓守モンスターの数だけ、まあこれ墓守デッキでもやったと思うんですけど、リリースすると相手のフィールドのカードを何でも破壊できるんですよ。やばいんですよね。ひたすらにボコ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 破壊されるんで、これほっとくとね。だからこいつは何とかしないといけない。でデッキタイプ的には多分ね、ピン刺しくらいと思うんだよね多分こいつ。だからこいつを何とか処理できれば多分ね、何とかなると俺は思いたい。さあ、キングダムの方によって、私はトゥーンモンスターは破壊されません。あー、これは強いです。これは強いです。クロマチのベルの効果発動です。トゥーンブラックマンシャンを特殊召喚です。ですね、これね、ヘルモスの爪しましょう出したとこ悪いけど、出したとこすぐ悪いけど、ちょっとお前もちょっとお前弾になってくれ。ちょっとトゥーン、俺ジミナイエルフ守るわ。トゥーンジミナイエルフを全力で守る。トゥーンジミナイエルフを全力で守る回で、これは末裔を勝利しなきゃいけないん でこうして、でジミナイエルフの効果によって手札を捨てさせる。オッケーよーし、いいぞ、なかなかいい。この場面また整った。あぶねえ一時サニワおじさんが出てきてやばいかと思ったけど、あーもうセットやめろって。セット動いたか。このデッキの弱点言いましょうか。波紋マジやばいっす。あ、セットオッケーで、サニワはバトルフェイズ入る。入ったところで結局タイマジカンマーは突破できないから、タイマジカンマーでひたすら飛ばすよ俺は。タイマジカンマーの効果、おらーうえー、無限悪感物質転送じゃ強いぜ。ドロー、その時はチェック。あー光る、オッケー、問題ない。光るんだったら全く問題はない。チョコマチャンガールを召喚して、これでチョコマチャンガールに攻撃してきても結局墓地のトゥーンブラックマジシャンは調整できるぜ。バトルいけ、トゥーンジムナイルフダイレクトアタックです。狡猾か、なるほど、狡猾。対象に取れるのが今相手のモンスターと、チョコマンシャンガールだけなんで、はい、OK です。召喚師、ああ強いですね。これ松井いたらやばいですよ。これ松井いたらやばいな。松井いたらやばいけど、ああもういないねんじゃん、もういないねんデッキに。それはね、直接攻撃するとね、捨てられるんですよ。どうですか、かわいそうにかわいそす。サーチして速攻捨てられていく。何がしたいねん。いやートゥンジーベルは厳選武器の制約、おいやめろよ。俺のトゥーンブラックマシアンをワイトに変えるな。駆け上がっててめえに押し置きしてやる。ただお前何引いたところでもう勝てるだろ俺。この盤面トゥーンジーベルはダイレクトアタック可能、相手の顔面をひたすら殴り続けることが可能。ネクロバレー、そんなまま知るか。そんなカードはもう蘇生なんてしねえよ。この1900という最強のモンスターのダイレクトアタック食らい。バトルいきまーす。バトル対戦ありがとうございました。トゥーンジェミナイエルフめちゃくちゃ強いな。さあお相手の方、採用拓磨選手よろしくお願いします。ディオです、ディオ。デュエル3倍。おら、無駄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 。おら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 。無駄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 。無理。リスタート。リスタートってなんだ。リスタート。リスタート。謎レッキすぎるな。謎レッキすぎるな。なんだこれ。ベリーマジシャン、このターンで削りきれないもんね。削りきれないから、ベリーマジシャン持ってきて、で、こうして、で、トゥーンブラックマジシャンガール持ってきて、ベール発動を、ベール発動でトゥーンブラックマジシャンからのトゥーンブラックマジシャン効果で持ってきたやつ捨てて、OK。で、トゥーンキングの入るな。よし。死なない、相手を殺せないっていう場合は、まあ、このトゥーンキングの持ってきとくのが、まあ、一番いいんじゃないかなと、俺は思うんですけど、まあ、別に今のは、チョコマンチャンガール普通に、召喚して、なんかその、トゥーンブラックマンチャンを蘇生し、蘇生じゃねえや。捨てて、上振りを狙いに行くっていうのもありだと思うんですけど、さあ、ドローできませんよ。無の煉獄。何デッキだ、これ。
ップオーベース、それお前あれだぞ、ふざけんなよ、絶対運命力でもねえくせに大手出してんじゃねえよお前は。サッカーマック炎の精霊、クリティウスの牙、あこれ見たことあるぞ、これ見たことあるぞ、これ見たことあるぞ、これ俺ガーディアンの力じゃないこれ、出たー、出た、出た、顔面殴り合い3連打モンスターお互い無視しすぎー、いってー、いってー